この選手を当てるためにここまでイーフとやってきたと言っても過言ではない。あの神様ペレを超えたネイマール。昨日ですね、コナミさんがツイッターの方でね、予告でこういう習慣の選手出しますっていうね、毎回やってる3選手やるんですけど、一番右端にねいましたからね。まず今回の狙い目はね、やっぱネイマール。もう自分としてはね、e フットボール2024がですね、ドリブル環境かなりですね強くなって、ドリブル強くなったんで、このネイマール2列目からの飛び出し、プレースタイル初登場ですね。2列目ネイマールはボールコンドリ、ボールキープ、これ全部90後半乗せますね。さらにパスも90あって、フライパス高い、決定力が10後半に高い強い。スピードがですね、まあ、ね、今の通常はね、そこまで高くないで、確かね、60後半とかってね、でもそれでも上げてますね。瞬発80後半あって、うわー、もう欲しいわ、逆回生徒最高。そしてスキルは、ダブルダッチエラシコルーレットに、足裏で根下に、ワンシュースルパーこれワンシュースルパー追加されてますね。ワンタッチシュート、スルーパス付きで、あのなんか昔出たね、ネイマールの習慣のやつにちょっと似てるね。正直このネイマールをもう当てる、それだけしか私は考えておりません。欲しい、2列目ネイマールを使わせてくれ。さらにジンチェンコ、ジンチェンコこれ DMF 登録ってことはかなり強い予感がしますね。強っ、ジンチェンコも強いわ。シザーズがね、今作からかなりですね、強化されているので、まあ、そこら辺も含めてね、ジンチェンコ使いやすさあるんじゃないかなとは。ポジションの幅広いからね、ジンチェンコも欲しい。そしてカイル・ウォーカー、いやーみんな欲しい。みんな欲しいです、私。他にもね、バルベルデとか来てたりさ、優秀選手勢ぞろいって感じじゃない。バルベルデのスピード絶対90ぐらいあってもおかしくないよね。それぐらいバルベルデは足速いからね、能力値高いですね。スキルもワンパスルーパーにアツピインターセプト、ペレーほい、ペレを超えたんだ。ちなみにね、これまでのネイマールはね、習慣も多分イーフとなってから全部当ててるかな。なので来てくれる、一発目から来てもいいですよ。わ、さすがにないか。ここはロメロですね。だからロメロもね、結構さっき能力見て強かったんで、ディフェンス系が大体90ぐらいあってさ、僕にはもう出たらマジでちょっとどうなるか分かんないっす。背番号10、黄色ユニで背番号10が見えたらもう大勝利。その時はもう壊れるしかない、自分自身を。おー、ナバスね。よーしよーしよーし、ケーラーナバス。さあ、ということで最後にこれ待ってるってやつですよね。ナバスのこれ写真でっかいの好き。これが最後なんだけど、とりあえずの100コインのやつ3回はラスト。ネイマール。お願いします。2列目ネイマール。いや、すべての欲を無にする。当たる。そしたら。ここは最後、本土のツアー回す、あの1回にかけるしかないですね。ツアー回してきます。さあ、ということでね、ジャパニーズクラブズ累計ポイント3000まで貯めてね、もらいました、週間無料ガチャ券。いやー、いくぞ。さあ、ということでね、 POTW 代表週間ガチャ、まあ、無料分がね、一回あるんですけど、最後引く前にですね、もうネイマールを絶対的に当てたいという中で、まあ、自分がね、今回狙ってるのが、まあ、特に言うと、バルベルデ、ネイマール、チュアメニ、ジンチェンコ、カイルウォーカーなんですが、誰一人まだ当たってないというね、当たりランキング、1位、ジンチェンコ、2位、カイルウォーカー、で、3位ね、ネイマールっていうのが、一応個人的にはね、客観的な当たりランキングだと思うんですけど、もう自分の中ではね、ネイマール補正、正直ネイマール大好きすぎて当たりランキング飛び抜けてね、超第1位になってます。なのでもう自分はネイマール一択。
頼む。ください。ネイマールを当てさせてください。これでネイマール当たらなかったらどうしようかな。使いたいな、2列目からの飛び出しネイマール。いくぞ、最後来い。ネイマール来てくれ。頼む。すべてを込めた。無料ガチャゲン。これで来ててこそね、イーフと配信者を名乗れる。当てるんだ、絶対に。2列目からの飛び出し、今は見たくない。今この2列目からの飛び出しという文字をね、見るとメンタルがえぐられますね。コナミさんともう公式がメンタルえぐってくるスタイルね。たまたまだけど。ということでね、ちょっと、ブラジルネイマール、週間を当てることできなかったんだけど、チームスタイルをですね、ロングカウンターにして、ネイマールがね、こんな感じで、で、コーチレベル1上げたらさ、抜け出してする2列目が飛び出し風みたいな感じでね、ビッグタイムを使っていきます。2列目っぽくなんないかな。いや、なってほしいね。ほら、上がってるでしょ。2列目っぽくないですか、ちょっぴり。さあ、ここいる。よいしょ、ファビーニョかわして、オッケー。ブラジルネイマール、ユニもね10番しっかりしてるんで、ちょっと習慣っぽいよね。おお、いい。2列目からの飛び出しみたいな動ききた、 OMF の。ほい、うやっほー、やったー。こういう感じの動きをね、多分習慣化してくれるんですよね。これはゴリ押しでね、ロングカウンター使って、もう無理やり高周レベル上げて飛び出す形を作ってるんですけど、さあ、めっちゃ2列目からの飛び出し。あー、惜しい。痛い。さあ、三笘選手のパス。うわ、かっこいい。これはかっこよすぎるわね、今ね。さあ、ということで、お相手さん切断パターンですかね。週刊、こんな感じで、多分もっとガンガン飛び出すみたいな動きだよね。実際エンジンが飛び出しは。無理やり、バルサネイマル使ってね、やってみたんですけど。やっぱね、週刊使いたいな。もう、ネイマルが当たらなかったんで、トレーニングモードでネイマル使います。欲しかった。だな、2列目がの飛び出しネイマール使いたかった。そしてペレを超えたね、ネイマールを。いやー、でもどうにかしてね、ちょっと使いたいですね。どうにかしてですね、ちょっとメイン視をしたいんでね、明日の動画をお楽しみにお待ちください。ということで、これで決める。